こんにちは、木下ゆうかです。今日はね、じゃーん、ガーリックブレッドというものを作りました。なんかね、韓国の屋台で食べられてるものらしいんですよね。で、動画で見てめっちゃ美味しそうと思って今日は作ってみました。いや、これはね、この名前の通り、ガーリックとバターがたっぷり使われてるんですよ。絶対美味しいですね。じゃあ、作り方いきたいと思います。材料です。生クリーム、お砂糖、卵、クリームチーズ、蜂蜜、バター、練乳、ニンニク、パンです。じゃあニンニクを切ります。じゃあニンニクはみじん切りです。はい、ニンニクは切れました。山盛りです。じゃあこのバターをレンジで温めます。さあ、クリームチーズにお砂糖を混ぜます。すごい、クリームチーズ1キロです。わー、じゃあお砂糖を入れます。混ぜます。縛り袋にクリームチーズを入れます。バターを入れます。で、蜂蜜、コンデンスミルク、全部入れます。で、卵、この頑張って作ったニンニク、皆さん味の想像ができますか？そして混ぜます。パンに切れ目を入れていきます。さっきのクリームチーズを注入します。で、このパンをバターの液につけて焼きます。美味しそう。うわ、めちゃくちゃ美味しそうですね。このプールで泳ぎたいです。ではどんどん作っていきたいと思います。じゃあ最後仕上げをします。ここにちょん、生クリームをちょんってのせます。じゃーん、完成です。もうガーリックの香りがめちゃくちゃ美味しそうです。じゃあちょっと食べたいと思います。いただきます。じゃあ今日のドリンクはですね、おなじみマウントレーニアのソルティーキャラメル、ロレーヌ酸岩塩塩。ロレーヌの風を感じるって書いてます。ロレーヌってどこ？あ、フランスかな？マウントレーニアはね、昔からお世話になってますね。学生時代とかよく飲んだ気がします。でも遠い昔すぎて気がするだけかもしれません。キャラメルラテです。美味しい。でもなんかあんま塩感じる気がするけど、なんか塩風味はちょっと私としてはちょっと弱いかなって感じです。でも美味しい。はい、じゃあこのパンをね、ガーリックブレッドを食べたいと思います。絶対美味しいですよね。売ってたら私即買いますよ。おお、めちゃくちゃ美味しそう。やばい、これは超美味しいです。なんかあったかいのがさらに美味しく感じる。もう口に入れた瞬間、このガーリックの香りがふわっとする感じ、たまらないですね。で、中のレアチーズはちょっと甘酸っぱくって、意外とガーリックと合います。このパンのね、食感はなんかふにゃっとしとって、これもまたいいですね。なんかレアチーズとガーリックのね、相性なんとも不思議な感じで、やみつきになります。美味しい。ロールバターのさ、表面がカリッとしちゃって、中はなんかバターがじゅわっと染み込んどって、めちゃくちゃ美味しいです。これは食べたことないですね。この生クリームはね、お砂糖とか入ってない生クリームです。これ1個いくらぐらいで売っとるもんなんやろ。1個
がすごいですよね。バターがたっぷり使われとって、チーズクリームも入っとって、生クリームも入ってますからね。世界三大罪な食べ物が使われています。高カロリーを好む私たちにはたまらない食べ物ですね。これは宝や。この生クリームね、甘さがないから、こうこの中ではね、さっぱりとして食べられてめっちゃ美味しい。ガーリックブレッドの罠にはまりました。マジでこれ考えた人は表彰者です。世の中のうまいっていうものを詰め込まれてますね。高カロリー、そして表面パリッと、中はなんかジュワッと照りした美味しさ、最高ですね。トースターじゃなくってオーブンで焼いたから、じっくり焼き目がついて表面はすごいカリッとしてるんですよね。美味しい。これは大食い動画撮ってる人たちみんなに食べてほしいですね。絶対私系のこの食の好みの人たちはみんな美味しいっていうやつです。クリームチーズのクリームがさ、この真ん中だけじゃないってところが粋ですよね。斜め横ってこんなに入ってるんですよ。練乳パンとかも超美味しいけど、真ん中だけじゃないですか。それを覆しましたね。カロリーって美味しいな、ほんと。もうカロリーの暴力ですよ。お前たちカロリーに屈しないぞ。その痩せ我慢がいつまで持つかな。絶対にお前たちに負けてたまるもんか。人類はカロリーに勝つんだ。勝ち目はないですね。屋台のやつが作れるのはいいですよね。現地に行かないと食べられないんですからね。こんな美味しいものを考えるなんて韓国の人は罪ですね。カロリー。このニンニクがね、またすりおろしじゃなくって刻みニンニクっていうのが粋だね。ニンニクのかけらをさ、噛むとさ、肉が砕け散って、またニンニクの香りがふわっと口の中に広がるんですよね。うまみもじゅわっと出てきて最高です。おいしいね。ついにこの一運だけとなりましたね。さらばだ。出来たての熱々を食べる、これが最高なんじゃ。麺にもいいですね。クリームチーズってさ、焼いてもそんな溶けないんですね。結構ちゃんと残ってる。じゃあ最後の一つです。カリカリで美味しい。黄身のかけらは一つも残したくない。じゃあ最後の一口いただきます。ガーリックブレッド史上最強に美味しかったですね。もうこのようなものとは思えない美味しさでした。表面がカリッとしてて、この中にバターが染み込んでる部分はこうちょっともちっと
とした歯ごたえで、噛むとガーリックバターがじゅわっと染み出てきて、もう最高ですね。これはもうぜひ皆さんに食べてもらいたい。そしてもし韓国に行ったら、この屋台を見つけるべきですね。で、このマウントレーニアのソルティーキャラメルも美味しかったです。キャラメルだって美味しいですね。で、とっても美味しいので、ぜひぜひ皆さんも食べてみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。レッツイート&スマイル。明日も世界中のみんなが美味しいものを食べて笑顔で過ごせますように。皆さん、うがいと洗いに気をつけて毎日健康に過ごしましょう。バイバーイ。